久保さん、上にしましょうか。上から見ると、ですね。はい。まあ、どこの角度から見るかによって、見え方は変わりますよね。ここから見るのと。こから見るの。どうですか。ちょっと、ほんとねえな。すごいな、これ、久保さん。これなんか落ち武者ですよ、ここ。落ち武者みたいになってるな。すごい。 ほんとなくなりましたね。<laughs> まあ、髪の毛、髪の毛はなくなるかもしれないけども、まあ、動画もなくなるかもしれないけど、スキルはね、まあ、あんまなくならないですね。もう、アカウントバンされたことありますけど、まあ、アカウントバンされても僕は生き残ってるし、その、そこのアカウントバン、そこでいっぱい動画撮ったスキルは未だに残ってるし、まあ、残るものをね、やった方がいいと思います。残るものをね。 消えるものより残るものっていう。残るものって何なんだろうっていう。で、うん、久保さんがね、諦めても生き、あの、生きることは続くよみたいな話で、生きていかないといけないので、生きていく上で、まあ、手に食っていう言葉が昔の言葉でちょっと古いかもしれないですけども、自分にどういうスキルがあったら飯食えるのかっていうのは、それは考えた方がいいし、どういうスキルは一生使えるのかっていう。僕が考えたのは、まあ、インターネットっていうのは今後もなくならないだろうなと。 なくならないものにフォーカスする。じゃスキルもあんまなくならないですよね。まあ、交通事故になって、なんか、まあ、寝たきりになったらちょっとわかんないですけど、その、なんだ、えー、植物人間になったらちょっとすいません、それはあれかもしれないですけど、植物人間じゃなければ、まあ、脳が動かせるんだったらね、なんかネットビジネスで、わさだいすけさんっていう人いるんですけど、半身不随でもね、年少1億、年収1億10年以上か。半身不随で、あの、なんだ、 あのー、口でこう、なんか、ペンをこう、くわえてね。まあ、本も出してるんですけど、これでなんか、キーボード叩くみたいな。それでも年収1億ですね。だからまあ、頭が動いて、まあ、ちょっと頭がしっかり機能していて、あのー、なんだろうな。あのー、なんかできるんだったら、まあ、多分なんとかできますね。うん。だから、その脳のスキルというかね。うん。そう。まあ、髪の毛はなくなっても、 脳はね使えますよいっぱいいってらっしゃい